レフ・カーメネフ、レフ・ボリソビチ、カーメネフ、ラテン、文字表記の例、1883年7月6日から1936年8月25日は、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家、ユダヤ系ロシア人、ソビエト政権の成立を宣言した第2回全路、ソビエト大会議長、全路中央執行委員会議長、共産党政治局員、 組織局員を歴任した。ユーベント宣伝能力、交渉とソビエトの疑似能力を評価された知識人であったが、ヨシフ・スターリンによって失脚し、粛清された。本性はローゼンフェルド。ロシア帝国時代のモスクワにて、鉄道技師の家庭に生まれる。グルジアのチフリス、現在のトビリシの中学校に通うが、この時にマルクス主義のサークルと関係を持つようになる。 チフリス、現在のトビリシの学校に通い、モスクワ大学に入学する。大学在学中の1901年、18歳の時に、ロシア社会民主労働党に入党し、ウラジーミル・レーニンを支持する。翌年、学生運動でデモを行い、逮捕、退学処分となる。以後、カーメネフは、地下活動に入り、パリとジュネーブで亡命生活を送る。 1903年、レフトロツキーの妹オリガ・ブロンシテーンと結婚、二人の子供を授かる。オリガとの結婚生活は1920年代末まで続き、その後、カーメネフは再婚する。1903年、第二回社会民主労働党大会の後、党が分裂すると、レーニンを領収とするボリシェビキに所属する。帰国し、プロの革命家として、 サンクトペテルブルク、モスクワ、トビリシにて活動するが、当局によって、チフリスに追放される。1905年の秋に、サンクトペテルブルク工業大学に入学するが、1908年に、逮捕され、亡命する。1914年、冬季監視、プラウダの編集と、第4回ドゥーマ、国会ボリシェビキ議員団を指導する目的で帰国する。サンクトペテルブルクに、 党中央委員会全権代表として着任し、ロシアビューローの責任者になる。第一次世界大戦が勃発すると、敗戦を支持したため、逮捕された。裁判で、東シベリアのエニ政権に流刑となる。流刑先で、スターリンと出会い、親しい関係になる。1917年の2月革命後に、ペトログラードに戻り、再び、プラウダの編集を指導する。 この時点でカーメネフは、臨時政府を条件付きで支持する代わりに、政府に対する関与を強めようとする立場であった。このため、レーニンとは若干、対立するが、レーニンの支持によって、党中央委員に選出されている。また、上記のような考えから、同年10月の武装放棄に対しては、グリゴリー・ジノビエフと共に反対したが、ペトログラードの武装放棄には参加した。 武装放棄後の第2回全路ソビエト大会で議長を務め、大会をボリシェビキに有利に進行し、ソビエト国家の樹立を宣言した。11月には、ジノビエフと同調して、後半の社会主義的諸政党との連立にを前、社会主義政府樹立を支持し、中央委員を辞任する。カーメネフは、党代表として、全社会主義政府を創設するため、他の政党と交渉を持ったが、 レーニンの命令でこれを断念した。1918年1月、共産党を紹介するためと称して、西ヨーロッパに非合法で出国する。しかし、イギリス政府に拘束され、8月に帰国する。帰国後は、モスクワソビエト議長に選出される。内戦時には、南部で赤軍の政治指導を担当。さらに西側との平和状態を作るため、代表団長として、 ロンドンに渡り、交渉をする。この交渉は、ポーランドに侵攻した赤軍が敗北したのを機に、追放され、中断された。1923年、レーニン研究所長となり、レーニンの著作と論文の編集に当たる。レーニンの晩年、初期局内に初期長職を新設することと、初期長に、スターリンがつくことを提案した。これは、カーメネフが、スターリン、 ジノビエフと三年組み、トロイカを組み、ハントロツキー教頭を成功させたが、巡り巡って、カーメネフ自身を破滅に追いやることとなる。レーニンの死後、ジノビエフと組んで1925年は秋から、新しい反対派の指導者となる。第14回党大会では、スターリンの一国社会主義に反対し、共産党に、首領、母子地はいらないと主張した。また、返す刀で、 ブハーリンに対しても、その経済政策を批判している。しかし、権力闘争で、スターリンに敗れ、1926年に政治局員を解任、商業人民委員、駐在イタリア大使に降格された。さらに翌1927年には一旦党を除名される。第15回党大会で自己批判を行い、1928年に副党を許される。 以後は感触に回されながら、当除名と復党を繰り返す。1934年にはスターリンを崇拝する、演説をする羽目にまで陥った。1934年12月のセルゲイ・キーロフの暗殺をきっかけに大粛清が開始され、カーメネフは逮捕、党を除名される。1935年のモスクワ本部事件で、金庫5年の刑に、翌百三十六年、 別件で禁錮十年の刑、合同本部事件を処理するモスクワ裁判で、ジノビエフと同様に、スターリンの関係にはまり、処刑を逃れることを条件に、自身の有罪を自白したが、1936年8月25日に、ルビアンカで銃殺された。死の直前には怯えるジノビエフに、誇りを持って死んでいこうと言い、処刑の際には、さあ、撃て。 と叫んだと伝えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。